さあ皆さん、いよいよゴッホの話をしていこうと思います。私ね、まあ、画家の中ではね、かなり有名な作家だと思うんです。まあ、一番初めにやってもこの良かったんですけどね、この動画シリーズで。やっぱしやらなかったのは、ある程度これまでの美術の歴史を知ってなかったら、ゴッホがまあちゃんと理解できないかなっていうのが一つと、もう一個はあまりにやっぱり有名な作家なだけ、作家だけに、じゃあ私もやっぱりちゃんと勉強してやりたかったんですよね。ある程度勉強はもちろんしてるんですけども、やっぱし動画で、お送りするとなると、もう一遍ね、きちんと勉強し直して、それからお届け したかったわけなんですね。で今回、まあ、映画とかそれから本とかちょっと読みながら私も勉強して、私なりの、まあ、ゴッホの授業が展開できたらいいなと思うので、はい、今日は、ゴッホの人生を振り返っていきながら作品も紹介していこうと思います。さあ、まずこのゴッホなんですけども、本名はフィンセント・ファン・ゴッホと言います。昔はヴィンセント・ヴァン・ゴッホと言ったりしてたんですけど、今はフィンセント・ヴァン・ゴッホと言いましょうと。そしてゴッホってこう言うんですけど、ゴッホじゃなくてファン・ゴッホと、つまりフィンセント・ファン・ゴッホというふうに言いましょうというふうに、学術的にはそうなってるようです。私もこの動画の中で頑張ってファン・ゴッホって言うつもりですけど、途中ゴッホと言ってしまったらごめんなさい。さあ、ゴッホのねイメージっていうと、やっぱ天才画家というイメージがあると思うんです。あとは炎の画家と呼ばれたりもしますよね。ゴッホの絵ってこう知ってる方は分かると思うんですけど、うねうねしてる、タッチが多いので、まあ、炎の画家と言われたりもします。あと37歳っていう若さで亡くなっていて、まあ、その人生そのものも本当こう炎を燃やすような人生だったということで、まあ、余計に炎の画家と呼ばれることがあるんですね。ただし私もこういろいろ勉強していく中で、だいぶこのゴッホの印象変わってきたんですけど、天才というよりも孤独の画家というイメージが強いですね。それから炎の画家っていうよりも、この言葉は実はゴッホが実際に自分で手紙に書いている言葉でもあるんですけど、ゴッホは色を、線を描くように色を使っていったって書いてるんです。私もその言葉がすごく適してるなと思うんです。色を塗るじゃなくて絵の具で線を描いていく、その結果、まあ、色が塗ったように見えている、そんなようなイメージがありますね。それからゴーギャン編でもやったんですけど、後期印象派の作家ではあるんですけど、色でこう感情を表現するっていうのは、私それってどうなんかなって思ったりもしますね。このね、動画を通じて皆さんも皆さんなりのこのゴッホ像、ゴッホのイメージをつかんでいただけたらいいなというふうに思います。さあ、早速やっていきましょう。ゴッホなんですけども、フランスでね活躍した作家ではあるんですが、実は生まれはオランダなんですよ。オランダで生まれています。そしてお父さんはプロテスタントの牧師さんだったんです。はい、そういう家庭に生まれたのがファン・ゴッホなんですね。16歳になった時にファン・ゴッホが、お父さんの知り合いの画商で働きます。画商っていうのは絵に値段をつけて売るところ、あるいは売り込んでいく、そういうお店っていうのが画商なんですね。そこに勤務することになるんですけど、その時に弟のテオも一緒に勤務します。だからテオとファン・ゴッホは同じ会社に勤務するんです。勤めるわけです。で実はその後ゴッホだけが解雇されるんです。弟は残るんですね。で弟はずっとこれ残っていくので、最終的に、まあ、最終的にっていうか後に、兄ちゃん、ファン・ゴッホの生活を金銭的に支援することになっていきます。さあ、クビになったゴッホなんですけど、次何しようかなってこういろいろ考えながら牧師も目指すんですよ。で牧師も目指すんですけど、牧師もね、なんか試験かなんかあるんですかね、その勉強途中でもこう投げ出してしまうそうなんです。その後じゃあって思ってやり始めたのが伝道師、キリスト教の教えを伝えていく人のことを伝道師って言うんですけど、それになろうと決めたんです。でゴッホが、まあ、赴任したところっていうのは貧しい炭鉱夫が働いていたところなんですね。炭鉱夫って要は石炭とかああいったものを掘る人たちなんですけど、以前はね華やかな仕事だったんですよ。でもこの時代っていうのは産業革命が起こった後なので、だいぶ世の中の仕組みが変わっていた。だから炭鉱夫は貧しい人が多かったんです。その人たちにゴッホは、ファン・ゴッホは、キリスト教をこう教えていくわけなんですけど、ファン・ゴッホはなんて言うんでしょうかね、
ある意味すごく優しい人だったと思うんですけど、炭鉱夫の人たちの気持ちに寄り添おうとするんです。まあ励ましもしますし、怪我をしたら手当てもしますし、それから貧しい人が多いので、自分の財産、あのお金、給料なんかも全部こう分け与えようとするんですね。で、まあ、ものすごくこう寄り添ったいい人だっていうふうにこの思う人もいるんでしょうけど、ただそういうファン・ゴッホの行為っていうのは周りの伝道師たちにはつまはじきにされるわけですよ。なんでかっていうと、やっぱこのキリスト教を教える人、伝える人っていうのは神様の代弁者とまでは言うとちょっと言い過ぎですけども、ある程度地位も名誉もこうある人たちなので、それなりにやっぱりこの身なりもしなければいけないと。なのにあのファン・ゴッホっていうやつはものすごくこうみすぼらしい格好をしてる。いや、それって伝道師としてはそれ失格じゃないっていうことで、なんと伝道師もクビになるんですよ。2回目の解雇なんですね。さあ、この時、まあ、ファン・ゴッホはテオ、弟テオの勧めでね、画家を目指すことになるんです。兄ちゃん絵でも描いたらどうって、画家やんなよって話になって、そっかじゃあやってみるかって、ちょっとずつ絵を描き始めるんですね。初めはあのドローイングって、まあ、鉛筆みたいなものでね、こう線を描いていくような絵を描いて、でその後に、まあ、割とでっかい油絵を描くんですけど、そのでっかい油絵っていうのがファン・ゴッホの一番初めの作品ということになるんですね。あのこちらになります。ジャガイモを食べる人たちという、でこれ描いた絵っていうのを弟のテオにこう送るわけですよ。まあ、要は売ってくださいっていうことですよね。ところが、この作品画家たちにも画家仲間にも実は酷評されるんです。なぜか、おいお前これさ、デッサン狂ってるでしょっていうことを言われるんですね。言われてみるとそうじゃないですか。どっかね、やっぱ狂いがあるでしょ。あのポットを持つ手とか、なんかポットがこうなんていうんです、宙に浮いてるように見えるとか、男の人の鼻とか手とかなんか不自然とかね。で弟の手をになんて言われるかっていうと、いや兄ちゃんこれさ、ちょっと今のトレンドとちょっと違うんだよねって言われるんです。やっぱこの時代あの印象派とかね、やっぱ明るい絵っていうのが主流だったので、そこから来ると暗い絵なわけですよ。でもゴッホが本当に描きたかったものっていうのはありのままの姿、貧しいし汚らしいかもしれないけども、一見綺麗なものばっかりにこう目を奪われるんじゃなくって、ありのままのそのままの姿、それをゴッホは描こうとするんです。実はこの作品が後のゴッホの作品にも大きな影響を与えている。つまりありのままのを描いていこうっていう、そういうあの精神みたいなものが、ゴッホの作家活動のこの柱のようにこうなっていくわけなんですよ。